大田区立歴史記念館で今特別展横山大観と川端龍心が開催されています。これは開館60周年を記念した展覧会で、日本美術史に残る2人のドラマにスポットを当てた内容になっています。こちらの作品は冷戦由来という作品の名前になっております。横山大観がですね、率いていた日本美術院という美術団体に入選して若手のホープとしてですね、活躍しだした頃の作品になっています。今回の展覧会では横山大観の作品を20点以上集めてきて展示しております。中でも見どころは富士を描き続けた横山大観のですね、画風の違いというものをですね、お楽しみいただけるコーナーとなっております。こちらの2作品は戦後に横山大観が描いた富士と戦争中に龍子が描いた富士を見比べられるコーナーになっております。こちらの作品の方はある日の太平洋というタイトルがついておりまして、混沌とした海の様子が表されていて、きっと戦後復興に向かう日本を象徴的に描いたような一作となっています。龍子の作品の方は戦争中の富士の絵になります。国民生活も不安の中に陥っていく中で、富士山に日本を表して怒ってるんだっていうようなですね、そういうイメージを描いた作品になっています。特別展横山大観と川端龍子は3月12日まで開催されています。